だ。海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 だ。俺さ、海好きなんだよね。っていうのもさ、海を好きになるようなことがあったんだ。つまりそれから海が好きってこと。っていうのもね、3年ぐらい前かな、3年ぐらい前にさ、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、それから海が好きなんだけどさ、まあ、どういうことかっていうと、まあ、3年前より前は海あんま好きじゃなかったってことになるよな。で、今は3年前より前じゃないから海好きってこと。いろいろあったんだよ。ずっと海が嫌いだった。なんでかっていうと、好きになれなかったから。それで海嫌いになって、なんか海とすげえ喧嘩して、その喧嘩っていうのが、つまり、まあ、俺が海嫌いって話でいろいろあった。でも今はね、俺海好きだから、割とこう海好きだなって思える。今日の海すごい穏やかじゃんか。穏やかだなって。まあ、人間さ、みんなね、こうきっかけとかターニングポイントとかいろんな曲がり角経験してさ、変わっていくわけでしょ。だから俺にも海のことを好きになる曲がり角があったんだよ。その曲がり角ってのは誰にでも訪れるものじゃないかもしんない。でもその辺に転がってる。どっかにチャンスはあるから、それ見つけてさ、自分のこと変えれるかって話じゃん。で、俺はそれを見つけたんだよ。で、どんな曲がり角だったかっていうと、なんだろうな、なんだろう、難しいな。とにかく俺は海を好きになったってことだよ。誤解すんなよ。俺は具体的に喋りたいんだよ。でも出てこないんだよ。誤解すんな。俺具体的なこと言いたいんだよ。でも言葉が出てこない。俺自分語りに具体性ないんだよ。自分でも何の話してるかなって思っちゃうんだよ。ただ分かってほしいのは、俺海好きなの。で、なんで好きかっていうと、好きになったから。親向きだけどね。みんないいな、具体的な話できて。俺できないもん。でもさ、海ってさ、こう
なんだろうな、3年前にさ、いや俺それまで海が嫌いだったわけ、3年前まで海が嫌いだったんだけど、3年前になん海好きになった。で 今海がどんな風に好きかというと、なんか全部で10あるとしたら8で、なんで8かっていうと、2点引いたから。具体性欲しい、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 具体性、具体性、具体性欲しい、具体性欲しい。具体性欲しい、まあ、とにかく海がこう好きってなるので、そのいや俺変わる、俺今日変わる、今日が俺の曲がり角だよ、今日から俺具体的に喋るんだよ、俺今日変わるんだよ、俺今日変わるんだよ、俺海好きなんだよ。なんで好きかっていうと、3年前に海で具体性、具体性欲しい、俺ずっとこのままなのか、俺ずっと具体性ないまま生きていくのか、具体性、くそ、なんで俺は抽象的なんだ、くそ、具体的なこと言いたい、くそ、ああ、俺海好きなんだよ、海好きなの、でもずっと好きだったわけじゃない、3年前から好きになった。なぜなら3年前に曲がり角があったから俺は変わったんだよ。そしてその3年前にあった出来事によって、俺はそれまで海があまり好きじゃなかったのが好きになったんだよ。ここまでいいか、ここまで俺何回も喋ってるよな。でそれをもっと具体的に言いたいんだよ。っていうのは、俺はなんかその海と出会ったことで変化した部分が、変化した部分があったの。これ新しい言葉、新しい言葉入った、いけるぞ。変化した部分があって、でそれでこう海好きになった。具体性、具体性欲しい、具体的に喋るの難しい、あとりあえず今日俺は変われなかった、今日は変われなかった。でもこの海にまた来よう、何度でも来よう、俺いつか絶対に絶対に具体的に喋るから。今日ごめん、俺変われなかった、俺は今日も抽象的だった、俺は昨日も抽象的だった、一昨日も抽象的だった、ということは3日連続抽象的だということだ。何も言ってない。自分がなぜ抽象的なのかを具体的に説明できない。